はい、えー、竹内です。今週も、えー、いつものやっていきたいと思うわけなんですが、違いますね。はい、竹内です。今週も、えー、こんにちは、こんばんは、と <laughs>、なんか毎回言ってるような気がしますが、えー、そうですね、今週も、いつも通りのやっていきたいと思うわけなんですが、えー、先週はそうですね、Win5、うん、キャリーオーバーでね、で、まあ、どんな配当になるかなと思ったら、まさかまさかでね、一着同着フィリーズレビューというところで、うん。 このタイミングで重症で到着かという感じでしたね。まあ、勝ったね、坂井騎手は、あの、結構ね、危ない競馬して、本当に大事故に繋がってもおかしくないような、えことをしてね、えー、まあ、一着到着になったんですけど、うん、そうですね、えー、まあ、どうかなうん、なんか、まあ、苦い重症勝利になってしまったようなね、えー、感じなのかなと思いますが、まあ、 うん。幸いにも何もなくて。ただ、昔だったらあれ多分、膠着ですからね。うん。で、まあ、最近なんかね、突然なんかあの、まあ、気停止になんかその、まあ、JRA 全体でね、緩いなーっていう感じになってたのが、最近ポンポンなんかあるようになって、うん、なんか基準がね、まあ、なんか統一してほしいなっていう感じには思いますね。うん。まあ、でも、ただ、そうですね。あの、 ましょうかそのなんだろうなスタートでなんかもう出遅れたぐらいでやる気なくす機種よりはねあのまあああいう危ない起乗はしちゃいけないんですけど、まあ、一生懸命乗る姿勢っていうのはすごく重要なのかなっていうようにはうーん見ていてやっぱ思いますねちょっと最近まあ今年特にですけど。 結構ね、もう露骨にあの、追うのをやめるっていうパターンが多くて、本当に故障したのかなっていうレベルで追うのをやめてるという馬もいて、で、まあ、レース後のコメント見ても、別にそのゴミでも故障してないからね、なんじゃそりゃっていう感じなんですけど、なので、ね、まあ、今年からその、なんでしょう、あの、紅着がね、紅着じゃないわ、あの、高級ルールがね、なくなってしまった場合に、本当にあの、昇級したくない馬、 例えば500万なら500万で稼いでいたいと。1000万に上がったら足りないっていうような馬とかは、うん、かなりね、そういう調整をね、してきちゃうんじゃないかなっていうところが、ちょっと心配ではありますね。だどういう競馬になっていくのかちょっと心配なんですが、まあ、今週も、えー、今画面に出てるラインナップ、この感じで、えー、いつも通りやりたいと思っております。 はいはいはい。えぇ、ー、反応調教と軽別構想ば過去にこれからの反応調教時計の時にこうすごいて馬だから気になるまをピックアップしております。ということで、えー、クイーンズティソーロ、シャケトラ、えー、復活したシャケトラですね。で、イレーション、えー、広重ゴールド、新前スターチレーザーアベール、えー、ノーウェイ、えー、コルコバード、スマートダンディ、インヘリットデール、エンバールという感じで該当しています。というか、ピックアップしましたので、えっと、 まあ今週ね、えー、週末に反論時計チェックして、えー、まあ該当してたら気にするみたいな感じで使っていただけたらいいかなと思っております。えっと、そうですね、えー、特別レース期待値の高い馬芝、えー、竹内路地を利用して前層の情報から、えー、前層の情報だけを使ってですね、期待値が高めの馬をピックアップしていこうというところなんですが、えー、エテレインミノル、いや言いにくいですね、エテレインミノル、えー グレン・フィナン、えー、カクテル・ドレス、うんうん、トゥ・ザ・フロンティア、えー、と、アンクル・テイオー・ブラック・バッジ、モズベ・ベッロ、ワールド・プレミア、えー、ロジャー・バローズというような感じで回答しております。うん、そうですね、もうね、えー、クラシックの足音と言いますか、本当平成もね、えー、終わりに近づいている中の、平成最後のね、クラシックに向けて、えー、どういう馬が出てくるのかなと。うん とても楽しみです。はい、特別レースキャラちゃんと高いマダート編の方ですね、エンバール、スイングビート、バレッティ、スティン・ライク・ビー、ベルクリア・シュージというような感じで街頭はピックアップしておきました、はい。エンバールは個人的に結構好きです。というかね、結構気になっている馬です。 はい、はい、はい。で、えー、注目している前ですね、今週特別ト録クの中に入っている馬の中から1頭、ピックアップするというコーナーなんですが、えー、スマートアルタイルを今回、ピックアップいたしました。で、前走ですね、あの、他球とかジョッキーのね、レース後のコメント、うん、えー、どういう感じかなと思ったんですけど、まあ、結構満足しているようなコメントだったんですけど、あの、まあ、この画面の時ですね、えー、結構前が壁になっちゃって、 ましたで横にも馬がいてね、うん、ちょっと、うん、レースを見る限りやや強引に前に入って外出したようにも見えますし外の馬が遠慮してねあの,あの追いながらね手綱引っ張ってるようにも見えるんですよね <laughs> うん道開けてるようにもまあまあそんなようなあことなんですけどこっから外出してね、えー、届かなかったんですけどまあまああの これがなくてね、すんなり言ってれば、全然勝ち負けまでいけたんじゃないかなと思いますし、うん、ただ、この馬、まあ、過去のレースとか見てもね、枠順がね、あの外とか内だとあのダメで、真ん中あたりの時に構想が集中しているので、本当ね、3枠、6枠ぐらいに入れば、えー、狙ってみたいなと思います。うん まあ外から分回しても届かないし、まあちだとこういうことがあるんでね、真ん中ら辺でね、あの、いい具合のところ走ってこれれば、本当にあの、切れる足っていうか、あの、決め手も持ってる馬なので、うん、えっ、ー、と、注目したいなと思っております。はい、えー、で、えー、阪神大商店ですね。はい、えー、リッチマンを、 ちょっと気にしてみたいなと思ってますがまあシャケトラがね前走復活してねあの劇的な復活でしたで主役にうんまあなっていくのかなと思うんですけどまあただねあのああいう勝ち方っていうか復活したんでやっぱその時買うの買うなら前走だっただろうなと思いますねまあうちに僕のあのロジックで言うとギャップ馬、まあ、該当してたんですけどねまあでも狙いたい馬がいっぱいいたんでちょっと僕逃しちゃったんですけどうん うんそうですね。まあ劇的な復活して人気になった馬って基本的にやっぱ一番買,う買いたくないタイプな馬なんですけど、まあそんな中でね、リッジマン個人的に買いたいなと思ってます。まあ前奏がアリマーでした。はい。 まあまあまあ有馬でしたし、その前がステイヤー,ーズ・ステークスだったので、まあどうやってもペースについていけなくなるのは仕方ないところでしたね。うんで、まあ大敗しましたけど、本来この馬自分からね動いて自分のレースも作れる馬なので、で、阪神大賞天はまあそういう馬のね、構想が目立つなっていう印象がありますので、今回はリッチマンを狙って、リッチマンにね <laughs>、なりたいなと。いや、言いたくなかったな。うん。はい。 <laughs> まあそんなわけで、えアットギャロップというカップアームズの方、両方ね、あのー、平日更新しております。はい。ミリオナルの方は、えー、5月ぐらいまでちょっとお待ちください。はい。アットギャロップショップの方では、えー、ファーストアライバルほか、そうですね、ほかっていうか、まあ、これをあの掲載しております。 でえー、馬尻もそうですね。まあ、まあ、今回も別に、あの、あれですけど、また、穴ね、あの、生まれ穴取ってるからすごいですよね。7点買いでね、よくも、ま、あこんなに、あの、生まれの万馬券頻繁に当たるなというような感じなんですけど、うん。大体ね、僕の馬券調子いい時は馬尻当たっているというパターンなんですけどね、これは何でしょうね、不思議な、不思議なんですけどね、僕が、あのー、中の人じゃないですけど、あの、ね、いろんな、 ロジックを組んでいるはずなのに、僕とはちょっと相性が悪い馬尻の奴らなんですけど、まあまあ、でほんと毎週行ってるみたいね、あの、買い目が、あの、人気巣だったら買ってくださいというところです。結構、あの、いい配当がね、ほんと7点買いとかで当たるので、うん。 あのーまあ、的中しましたよっていうね、あのメールも結構いただくんですけど、えーまあ、これからもどんどんね、もっとたくさんいろんな人に使っていただいて、まあ、特に初心者の人がね競馬好きになるきっかけになればいいなと、万、まあ、馬券取れましたっていうところから競馬始めてくれたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひね、あのこの子たちの買い目の中のね、人気薄の馬券だけでもちょっと、えー、狙ってみてはいかがでしょうかという感じでございます。 はい、雑談。今日はね、短めにいたします。なぜなら、今、朝7時だからなんですけどね。<laughs> まだね、ちょっと忙しくて寝れてなくてね。えー、これを撮ってからちょっと寝ようかなと思っているんですけれども。まあ、今週はそうですね、さっきも言ったみたいに、あの、うん、危ない気錠があったりもしたんですけど、ちょっとね、あの、なんか、うーん、舐めた気錠してるなっていうような人もね、やっぱいますしね。 なんでしょうね、まあまあまあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、うん、例えばなんか、その普通のスポーツとかだったらね、うん例えばサッカーだったら、まあ、3-0、前半3-0になってもね、後半もう全然やる気ないなんていう選手いないですし、まあ、いたら見たらわかるんでね、サポーターに取り囲まれるような世界ですけどね、野球とかもね、他のスポーツもね、まあ、競馬に関してはちょっとその辺がやっぱりギャンブルっていうこともあって、ギャンブルっていうこともあるからこそね、もっとヒートアップするべき。 箇所ではあるんですけどまあうーん緩いというかね1レース1レースにかけるあの何だろう価値がやっぱ他のスポーツよりはねあの大きくないその部分たくさんのレースがあるっていうところがあったりするのであれなんですけどもうちょっとねあのななんかあのやれなかったかなっていうようなレースは本当になんか最近またよく見るようになりましたね。うーん いや、そんなペースで逃がしてたらって誰も捕まえに行かなきゃ、それは逃げ切るだろうみたいなレースとかあって、まあ、これ当たった時はね、あのよっしゃ、ラッキーなんですけどね、もちろんね、僕も人間なんで、外れた時にはね、もちろん、いやいやいや、捕まえに行けようってなりますし、で、当たった時も、あの、もちろんね、あの嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、いや、今、 1>, 1等2とつっついたら絶対この馬券外れてたよなっていうようなレースがあったりしてじゃあその1等2とはなぜつつきに行かなかったんだろうというようなところとかをね考えてしまうとうんもうちょっとねその要は荒っぽいラフな競馬ではなくてなんかもうちょっとあのうん なんかね、見ていてエきたいとするようなね、えー、買ってよかったなって思うような、そういうなんかあの競馬がもっともっとね、増えないといけないなと、まあ逆に言ったらまあ僕とかでも競馬をもう20年以上見てるわけなんで、そういうのはもうあの、なんか割り切れる部分もあるんですけど、じゃあ初めて競馬を見た人とか、初めてじゃあ一緒に競馬場行った人とかが、いやなんで、え、なんであの人、 何もして、なんか追ってないし、無知も入れてないし、なんかずっとまたがってるだけだけどって言われた時に、なんか説明のしようって結構難しいし、なんかそういうのをね、あの、いきなりね、そういうレースでそういう馬券とかを買ってしまうと、多分競馬好きになることはないと思うので、うん、あくまでもまあギャンブル、 ギャンブルなんですけどスポーツのに対してかけてるだからまあなんかブックメーカーに近いような感じじゃないですか競馬って、うん、ある意味サッカーを、ね、ブックメーカーで買うことも僕も昔あり、ま、最近やってないですけどありましたけど、うん、そこに対してかけてるのと結構まあ近いようなものがあるのでやっぱり。 うんそこでねあの、なぜあの人は全力じゃなかったんだろうっていうのを、初めて馬券を買う人に、買っている人にも思われてしまうような気丈っていうのは多分、分あのアスリートとしては絶対ダメだなというようにね、あの思います、うん。何度も言いますけど、まあ、僕らとかね、馬券買って、まあ、皆さんとかね、これ聞いてる人とか、馬券長く買ってる人が多いでしょうけど、まあ、そういう人たちからすればね、まだね、あのまあ、ムカつきながらも、まあまあまあ、そんなこともあるかと、もう慣れですよね。えー うん、何ですよ。なんかその政治家が悪いことするとかって言って、まあその瞬間ムカつきますけど、まあまあまあ政治家って悪いことするよな、みたいな。なんかそういうようなね、あの、ことをやっぱり僕も38年生きてればもう何百回も見てるんで、え、ぐらいで済ん,んじゃったりするんですけど、でもね、じゃあ初めてあの、なんだろうな、その、 そういうところを見てしまったとかねそういうものを感じてしまった人がじゃあどう思うのかって言ったらまたちょっとねあの難しい問題やと思うんですけどね、うん、まあまあそんな中でねあのそんなあのま,あ、まあだらーっとした警棒をする人もちろん一生懸命ね騎乗してるジョッキの方多いんですけど まあそんな中でね、あの日曜日は競馬もありましたけどね、K1 もあり、ライズもあり、新日本プロレスもありということでね、あの僕としてはすごく、あのー、エキサイティングな <laughs> 一日だったんですけどね、那須、うん、川天心もね、本当にやっぱ、あメイウェザーには負けましたけど、強くて。 まあまあまあ、本当にあのまあ楽勝で勝ったなっていう感じの試合でしたね、天心は。うん、で、まあ、たける対天心っていうのもね、当然、まあ、今年みたいカードではあったりしますし、急に格闘技の話、さらっとし始めてますけどね。<laughs> えっと、で、まあ、プロレスの方もね、まあまあ、うちの読者さんプロレスファン多いんでね、プロレスの話題は全然問題ないと思うんですけど、うん、内藤哲也対武士のね、試合が、うん。 もう何でしょうね、イブッシュも、まあ、新日本対談するのかどうかっていうところがあって、脳震盪も東京ドームで起こして、復活宣言して、でまあ、ふまあまあ、所属でもねえのに、何が新日本に残るだよみたいな感じで反感がちょっとね、一部選手からで、その一部選手の中には内藤哲也もいて、でもほんなら病み上がりの内藤の中に負けるかと。 俺はもうニュージャパンカップ制覇して、マディソンスクエアバールのメインでジェイ,チェイホワイト倒して、インターコンチ王者として IWGP の2冠を取るんだみたいなね、そういうことも言ってましたけど、まあこれプロレス好きじゃない人が聞いてたら何のことかさっぱりわからないと思うんですけど。まあまあまあね、そんなね、まあ内藤哲也といえば、まああのー、 ね、会社批判、選手批判もしながらね、でもカリスマ、えー、制御不能のカリスマとして今、新日本で一番人気ではあるんですけど、まあ、一回戦ね、あの負けてしまいましてね、うん、本当にここ数年の内藤は、あのー、ガタガタ言うけど結果が出ていないというような感じで、あの、一時期のね、あのー、NWO 時代の蝶野正弘のような状態になってしまってね、あの、蝶野も一回しか a w g p 取ってないはずですけど、ナイトもまだ一回しか取ってない。 ご意見版ではあって、反体制にいるんだけど、えー、で人気も圧倒的にあるんだけど、いざ試合結果となるとついてこないというような、ね、感じになってしまってるんですけど、本当、この内藤対湯淵の試合はですねあのー、皆さんね、あのー、ぜひぜひ新日本プロレスワールドにね、えー、入ってあの見ていただければなと思うんですけど、うん。 あのまあ、プロレスのことをね、まあ、ショーだとか、まあ、やらせたとかっていう人もいますけど、まあ、僕はエンターテインメントとして見てるんですけど、まあ、本当にねあの、プロレスなんて、本当は全然痛くないんだろうとかっていまだに言う人いますけど、うん、この内藤由布し戦、えー、ニュージャパンカップ1回戦ですね、1回戦ですね、でえー、っと先日の後楽園の永田、えー、石井戦、あと、その次の愛知県体感大会の岡田 岡,田岡崎じゃない愛知県で言ったから岡崎って言いそうになりましたけど、岡田和親とね、マイケル・エルカの試合なんかを見るとですね、全然プロレスに対する認識っていうのはね、変わるんじゃないかなと思います。はい。ほんと多分ね、うなずいてくれてるあのプロレスファンのね、読者さんたちも <laughs> 結構いると思うんですけど、本当にね、もうあの、もう今日の、今日というか、内藤いぶ戦はもう、いやー、どっちか死ぬんじゃないかなって思いましたからね、終盤戦とか、いやー、すげえなーと。 思いましたよやっぱりねその戦う人アスリートスポーツマン、えー、全力でねやってる姿っていうのはやっぱり心に刺さりますし、うん、そういう姿を見てね本当にやっぱリスペクトもしますしねもう一生ファンでいようと思いますし、うん、ファンだから当然ねチケットも買って見に行きますしファンクラブにも入りますしね、えー、あのグッズも買いますしやっぱそうやってねだからそういうところからやっぱお金って生まれていくもんだと思うのでうん。 まあ結果どうこうっていう、結果どうこうはまあ置いといて、一生懸命やってるかどうかっていう姿はね、やっぱそういう人たちには見せてほしいなというようにね、思う今日この頃でえございました、ただただ、僕ら一般人もね含めて、もうすぐね、本当にあの人生で何度あるかわからない、あまり何度もあるっていうのは縁起がいいことではないんですけど、この言語が変わると、年号が変わると。 いう瞬間ですよねだから4月 30, 30日までもやもやしてても3 5月1日からっていうのは本当にあのリフレッシュした気持ちでやるチャンスですしこれ以上ないチャンス下手したらラストチャンスというようなところなので、うん、あの全力でねあのー 今、今そのもやもやし過ごしてる人もね全力にね、えー、全力モードにね、切り替えるチャンスだと思いますし、特に今の時代なんて、いくらでもね、あの、ダメな状態からでも、やっぱ情報もいっぱいあるし、情報がいっぱいあれば、あとは努力するだけで結果はね、出てくる可能性が何も知らないよりは絶対高いわけで、うん、なので、あのうちのね、アットアギロップのブログ、毎週見てくださってる人とか、レコフィル指数とかね、無料掲載してるので、あの見てくださってる人も多いと思うんですけど、あの、 ちょっとね、トップの画像を変えたんですけど、そこに、あの、ニューゲームプラスという文字を入れたんですよね。で、ニューゲームプラスって何かって言ったら、あの、いわゆるあのゲームやらない人にはわかんないかもしれないですけど、ゲーム全部クリアした後に、そのままの能力を引き継いでもう一回一からね、やれる。まあ、例えばサブシナリオの回収とかしやすくなったりとかする、あの、まあ、強くてニューゲームみたいなモードがあって、まあ、それをなんか英語で言うとね、ニューゲームプラスというように、あの、海外では表記されるようなので、 まあ、馬券でもそうですよね。ずっと負けてて、あの、適当に買って負けてる人とかが、まあ、いろんな情報、まあ、うちのブログとかね、コンテンツとかを利用してくだされば、まあ、一番ありがたいんですけどね。そういうところで、あの、まあ、新しく生まれ変わってね、もう一回強くてニューゲームで始めると、一から始めるというような状況になればいいなと思って、そういう名前を付けたんですけど、まあ、本当にあの、あとね、2ヶ月ないんでね、平成は。 うん、でも平成の間はね、もやもやしててもういいんじゃないかなと思いますよ。もう平成の間はなんかもう残りを楽しんでね、そんな頑張り、頑張りすぎずに行って、うん。で、5月1日からパリッとね、したいなと、え僕自身も思っています。はい。 ただね、その、これがいかんせん10連休とかあるんでね、多分みんなパリッとしたくて、5月1日に気持ちを、あのー、ガッて変えても、結局ダラっとしがちなね、なんかそういう罠も待ってるんですけど、まあそういうところのふるいにかけられてるなと思ってですね、そこを乗り越えていくと、うん、新しいね、ニュー自分でね、えー、生きていけるんじゃないかなと思います。まあ僕としてはもう30代も最後のね、1年が、 ちょうど平成の最後のね、まあ、4月から、あのー、30代最後の日々も始まりますし、うん、そうなのでね僕はあれなんですよ別にあの5月1日にねあのスーパー スーパーガンガン気持ちを切り替えられなくても、まあ、来年に、あの40になった時にもう一回気持ちを切り替えるチャンスがあるのでね、2, 2年あるんで、まあ、そこでね本当にまあ 2, 2年になるんで、まあ、2段階と言わずに3段階、4段階ね、いろんな意味でパワーアップして、まあ、いろんな情報を届けたりとかですね、まあ、もっともっとふざけたこともね、あのまあ、皆さんがくすっとしていただけるようなこともね、最近してないので、もうあれも2年前ですからね、特番ぽいチャンネルやってたのなかなかね、環境を整いませんが、もう全力で、ね、やっていこうかなと。 うん、思っております、はい、それこそあの特番っぽいチャンネルがあったからこそあの、ね、馬主の川勝さんとかとも知り合いで、ね、見てますよってメールをいただけたところから始まったりしてるので,、うん、であれで結構競馬のねそっちあのいろんな競馬の関係者の方からメールいただいたのもああいうやっぱちょっとふざけたねふざけた全力でね楽しく本気でふざけたようなところだったりするので、うん、馬券も全力。 競馬っていうものを楽しんでいただくこともね、でもやっぱ恩返しとしてしていかなきゃいけないので、僕らみたいなしょ職業というか商売してる人はね、やっぱ競馬があってね、それに便乗して本出したりとかしてね、あのコンテンツとかやってお金をいただいてるわけですから、なんで競馬自体のね、ためになるようなこともしていかなきゃいかんなと思いながら、えー、頑張っていきたいなと思います。なぜかね、最終的には決意表明になりましたけどね、うん、一番伝えたかったのは、あの、まあ、内藤対胃��丞は見た方がいいぞというような、 とまあでもあのね、プロレス、ワールドプロレスリング、テレ朝系であの全国やってますから、別にあの、まあネットのね、その有料会員にならなくてもですね、あの、一回地上波のね、あのワールドプロレスリング見ていただければね、もっともっとあの、この競馬の話もプロレスの話もね、あの、楽しんで、この雑談コーナー聞いていただけるんじゃないかなと思います。 結局ね、長くなっちゃったけど、ぜひぜひね、チャンネル登録ぜひぜひしていただければ嬉しいなと思っております。このね、あの、チャンネル用にですね、ちょっと今年なんかまた無料でその馬券、無料コンテンツとして馬券の参考になるようなものをね、ちょっとアップできないかなと、えー、考えているところだったりするんです。うん。ただね、どうしてもね、開催前日なんていうのはもう手が回らないんでね、難しいんで、また平日コンテンツになるかもしれないですし、 うーんどういう形になるか分かりませんけどね、やっていく、ちょっとね、ネタもいくつかあるので、はいまあ、そういうのもね、楽しみにしていただきつつ、ぜひぜひね、毎回見逃さないようにチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思っております。はい、そんなわけで竹内でした。今週も頑張っていきましょう。さようなら。